どうも、東海釣り三昧です。今回はね、前回と同様なんかこんな道具いじりで申し訳ないんですけど、この前のね、ハゼの投げ釣り、落ちハゼの投げ釣りで高切れしちゃって、ラインがもうほとんど、まあ100メートルちょっとぐらいしか残ってないね、1人フリーゲンのラインを巻き替えようかなと思います。このスプールね、もう今回はキススペシャルがね、2021年出るかと思って待ってたんですけど、ちょっと出なさそうなので、またこのスプールを使って今年もね、キスの投げ釣りをやろうと思うので、こちらに巻いていきます。本当だったらね、キススペシャルが出ればフリーゲンの純正に戻して、んで CX とか CX プラスあたりのね、柔らかい竿、今まで使ったことがないね、ちょっと柔らかめの重りの負荷のちょっと低い竿を買って、そっちと組み合わせてみようかなとか思ってたんですけど、ちょっと出なさそうなので、キススペシャルがね、今回もこちらの拙者さんのクロスプールのラインを抜き取って巻き直して、で力糸を結んで先端につけるスナップ、まあスナップはね簡単に作れるので、スナップの作り方の紹介して、スナップを結んでこちらのリールをね、今シーズンちゃんと使えるような状態にしていきたいなと思います。それではね、まずラインを巻き取っていきます。ラインを巻き取るときはね、いつも僕はもうこの20年ぐらい前にね、バス釣りでよく使ってた、よくわからん竿、適当な竿にね装着して、まあハードガイドだけど、まあよっぽど大丈夫なんで、ガイドを通して、でこちらをね巻き取っていくんですけど、僕は高速リサイクラーを持ってません。まああまり必要性も感じてないんですけど、僕はこちらのドリルに8ミリのボルトと棒がなんかいろいろ組み合わさってるジグっていうか、ただボルトにナットつけただけのもので、ここに適当に開いたスプールっていうのか、これワインダー、まあ、最初のね新品のラインが巻いてあるやつに、あとでラインをリールに巻き取るときに使う、センター出し用のテーパーのアタッチメントで締める、これでね先ほどの先端、フリーゲンの先端をこちらにとりあえず適当に2週連続で釣りしてないから、天候とかにも恵まれず、まあさすがに釣りしたいな。よし、準備完了。そしたらね、こちらを巻いていく。これドリルが結構今遅いけど、もっと速いドリルならもっと速いと思う。あ、そうだ。で、こちらのスプールがね、0.85 が 250m ということで、今ね、0.65 が巻いてあるので、0.65 の 250m の下に下巻きがあります。で、その下巻きのね、ジョイントのところ、この道糸のメインラインと、下巻きのジョイントのところまで引き出しちゃいます。はい、ジョイント部まで引き出せましたので、ここで切っちゃう。よし、これでね、下糸、下巻き用のラインだけスプールに残った状態です。こっちのね、フリーゲンのスプールに残った状態です。よし、こちらにね巻き取ったラインは、僕はねまた下糸用にしたり、なんか違うことに使ったりする用の予備で捨てずに取っておきます。それではね、こちらに新品のラインを巻いていきましょう。今回はね、拙者さんの PE0.65250m、 こちらをね巻いていきたいと思います。こちらのねメインラインと下糸は、僕は一応電車結び
4回ずつの電車結び、力糸の結びほどね、しっかりやる必要はないと思います。これでつなげました。僕はね、このジョイント部分をスプールを上支点に出しといて、さっきのねジョイント部分が一番下に隠れるようにしておきます。僕は一番下にするけど、ジョイント部分は上の方がこうテーパーになってるから、上の方はねラインが避けてってくれるから、こういうコブは前に持ってきた方がいいよって言ってる方もいましたけど、まあ僕はとりあえず、まあこの先ね、まだ道糸が 250m 巻かれるんで、まあ僕は下にちょっとね埋め込み気味で入れておきます。この状態でとりあえず2周ぐらい巻いといて、でこちらをねちょっとテンションかけながら巻きたいんですけど、僕はね高速リサイクラーを持ってないので、高速リサイクラーの代わりにこちらのテンショナー、さっきのねテーパーのこちら、これはねあのテンショナーから拝借してました。これをこちらにかまして、これは結構ね自分で改造してあります。あのホームセンターで売ってたシャコマンっていうのかな、これに8ミリのナットをつけて、でこれはね釣り具屋さんで売ってたやつをなんか改造して、使い勝手が非常に悪いっていうかね、ここの滑りがすごく悪かったので、ワッシャー付きのナットをかまして、なんか滑り良くしたらね、なんかいい感じになったので、これを使ってます。まあこんなん自作するのがめんどくさかったら高速リサイクラー買った方が絶対早いし楽だし、まあこれは あったものばっかりで、ホームセンターで買ったって言っても以前買ってずっと家に転がってたやつだから、わざわざこのためには買ってません。だからね、あの結局家にあるもんだけで改造できたから良かったけど、実際は高速リサイクラー買った方が絶対手っ取り早いよなと個人的には思います。こういうねなんか道具作ってるのも楽しいからね。でちょっと強めに締めて、バネがついてるんでね、強めに締め込んでちょっとテンションかけてあげる。でこの状態でラインを巻いていきます。ちょっと強くしたかったら、別にベアリングが入ってるわけじゃなくて摩擦で当たってるだけだから、ちょっと強くしてギュッとで締め込んであげれば、結構ねまあ投げ用のスプールってすごい浅溝で、で P ラインも 0.65 これ巻いてるんで細いから、そこまでテンションかける必要ないけど、ジギングとかで2号を 300m とか巻くような時だと、これ結構テンションかけて引っ張って、結構ねテンションかけながら巻いてやんないとね、使ってるとどんどんなんか締まってってよれてくるし、トラブルの原因にもなるので、結構ねテンションは強めで巻いといた方がね後々トラブルがないかなと思います。よし、250m 巻き終わりました。それではね、こちらに今度ね、このままでは使えないので力糸を巻いていきます。力糸っていうのはこのまんまね投げると、これ PE の 0.65 ですごく細いので、あのそのまま重りをつけて投げちゃうとね切れちゃいます。なのでね、先端がすごく太くなってる、こういうね06から6号みたいな表記がしてある、6号から始まって6号部分が投げるときに使って、そこからねこの道糸と結ぶために細くなっていくっていうラインがあって、それをね投げ釣りでは力糸って呼びます。でその力糸をねこちらに巻いていきます。で今回巻くのはこちらね、拙者の黒糸って書いてあるけど、中身はね自作の力糸です。こちらの作り方はすごく長くなるので、
今回は、まあ、とりあえずこの完成した自作の P1 カライトをこちらの道糸に結んでいきます。僕はね、ここも電車結び、端と端を抱き合わせて、で先端端っこ出てる方をくるんと回して、でこのできた輪っかとこっちのメインラインと一緒にぐるぐる巻いていく、まあ、4周から5周ぐらい、まあ、適当です。反対側もひっくり返してね、力糸側の端っこも折り返して、んで道糸と一緒に4周から5周、まあ5周かな、さっき5周巻いたからこっちも5周で、こちらの自作の P1 カライトは結び目全くなしで、6号から 0.65 ぐらいまで、だいたいちょっと後で結び終わったら近くでね写してみようと思いますが、道糸とほとんど変わらないぐらいまで細くしてあります。んでこの端っこをね、ハーフヒッチ4回ぐらいかな、最低でも互い違いに上からやったら次下からみたいな感じで、ジョイント部分はこんな感じです。電車結びプラスハーフヒッチ、緑の方が道糸で赤い方が自作の P1 カライトです。太さがねほとんど変わらないと思います。なかなかいい感じの力糸で、去年1年ねこれ使ってみたけどね、かなりいい感じでした。別にね、あの他の市販の力糸と遜色ないぐらい強度もあって、別に不具合なく使えてました。それではね、こちらの力糸巻いていきます。ちょっと差し込むものが多いのが難点だね。これ高速リサイクラーだったらそんなね、あの間の先端決めだけプチって入れるだけだけど、よし、あこれ通してないやガイド、まあいいか。自作の P1 カライトはね、これがねすごくツルツルだからいいよな。6号部分がねコーティングされてて、市販の力糸より圧倒的にツルツルなんだよね。よし、力糸まで巻けました。それではね、この先端につけるスナップを作っていきたいと思います。それではね、こちらでスナップを作っていきます。ステンレスのバネ線 0.8mm、これね10何本か入ってて500円ぐらいでした。こちらから1本取り出して、使う工具は丸ペンチとニッパーとラジペンです。ちょっとねリールはどかしといて、まずねスナップの作り方です。まあ僕の作り方なんで正解ではないし、市販品と違って強度実験はしてませんが、ただね普通にフルキャストしてても全然変形したりとかはねしたことありません。それでは作っていきます。 0.8mm です。まず先端をつまんで、で丸ペンチでくる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 っと輪っかを作ります。お、ちょっと丸めすぎた。輪っかを作ります。つなげすぎないように、ちょっと軽く気持ちね隙間を開けて、でここで輪っかの根元で軽くちょっとね起こしてやる。でここでラジペンでね隙間を軽く、広すぎず狭すぎずっていう感じにしてあげて、で輪っかの根元を掴んで、輪っかのね根元を掴んで斜めに折る、90度じゃなくて斜め、まあこのくらいの角度、折りすぎないようにちょっとこのぐらいね、ちょっと斜めの方がいいと思います。こんな感じ。そしたら下 1.5 センチぐらいのところ、まあ適当ですけど、だいたい 1.5 センチぐらいのところをつまんで、でこの輪っかがある方に向けてちょっとね鈍角に折ります。でそっから、3mm ぐらいのところでぐるっと鋭角に
おる。ちょっと長いなこれ。しまったな。こんな感じ。こっちの軸になってる方に鋭角が来るように。で、そしたらちょっと広げて、で、ラジペンでつまんで、ギュッと引っ掛けてやる。これでね、重りをつける、天秤をつける側が完成です。で、このできた輪っかのちょっと上をつまんで、今こう見て、後ろ側にちょっと折って、僕はですけど、折って、で、ここつまんで、グリグリグリーと長い方を巻いてってやる。そうするとね、こちらがね、力糸を結ぶ藍になります。で、この藍の輪っかができたら、輪っかをつまんでぐるぐる巻いてやる。まあ輪っか側を回した方が力いらないね。力いらないし、しっかり締め込めます。適当にこんな感じで巻けました。下手くそだな。本当はね、もうちょっとね、しっかりくっつけて巻いた方が綺麗です。で、根元でできるだけ根元でバッチン。下手くそすぎるな。こちらのスナップですけど、天秤の頭の輪っか、これ天秤じゃないけど、天秤の頭のこの輪っかがね、こうさっき作った切れ端、これちょっと狭いなと思ったら、ちょっと広げてあげて、軽くここのね、一番最初に作った切れ込みから入れて、で、この下っ側持ってクリンと回してやればね、こんな感じで入ります。とりあえず僕が全力で思いっきり投げて、7色ちょっと投げてもね、とりあえず伸びたりはしませんでした。 7.2 色だったかな、あの時は。はい、とりあえずスナップ完成です。それではね、さっき巻いたこの力糸の先端にスナップを取り付けていきましょう。ここにね、市販品だとより戻しが入ってますけど、なくても支障はないと思います。で、僕はダブルユニノットっていうのかな、一回輪っかにここの藍の部分に力糸を通して、で、もう一回、一番力がかかるところなので、もう一回通して、二回輪っかに通します。そしたらあとはユニノット、電車結びと一緒です。くるんと折り返して、で、2本の線をまあ5周ぐらい、3、4、5周ぐらい巻いたら、ちょっと濡らして締め込んでやる。ギュッと、ユニノットだけだと滑ることがあるので、この上に滑り止めとしてハーフヒッチを最低でも4回、互い違いにね、上からやったら今度下から、片結びです。ハーフヒッチは2回、まあ大いに越したことはないんでね、心配だったら6回ぐらいハーフヒッチやっとけばね、安心ですね。さらに最後ね、端っこをしっかり刃とかでね、つまんで締め込んでやる。で、締め込む時に手でね、持っててもなかなかなので、一回天秤かなんかつけて、で、こっちね、なんか巻くもんがあったらね、ゴムの棒とか巻いて、で、ギュッと締め込んでやる。これでね、準備完了です。で、スプールバンド、まあ、自作の100均のゴムで作ったスプールバンドですけど、こちらで留めて、よし、完成です。こちらのね、新品のラインにはね、僕はこちらの
AZ さんのドライシリコンをね吹きかけて、あの調光前日ぐらいに吹きかけてね、でラインのコーティング剤としてこちらを使ってます。今ここでやっちゃうと、まあもう今やってもいいんだけど、ここでやっちゃうと、ね、もう机やら床やらツルツルになっちゃうんで、こちらは外でやります。で調光当日は一回ちょっとあの地下ライトの結び目よりちょっと2メートルぐらい出してから、ちょっとねテンションかけながら巻いてあげて、でできればなんならもうちょっと地下ライト部分ぐらいはね濡らした方がトラブルが少ないと思います。ということでね、今回はこちらの1人フリーゲンの今シーズンのねキスの投げ釣りに向けてのラインの巻き替え準備の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。